うち父親もお金もなくてさ。それがわかってなんですぐに辞めなかったの?それが母さんの望みっていうか夢ってやつ。それって他人の夢じゃん。今の見せてあげる。3、2、1、行くよ。 この世界で名を残す方法はどう生きるかじゃない、どう死ぬかよ。 最高だったの。